田中隆造は日本の編集者、鉄道ピクトリアルを発行する電気車研究会の初代社長であり、元鉄道小職員である。1900年、三重県伊勢市にて生まれる山田中学に進んだ。1915年、第一回全国中等学校優勝野球大会に選手として出場。1917年、鉄道職員であった父の後を継ぐ形で、 鉄道院西部鉄道管理局に入る。1925年から1928年まで鉄道省給費生として山梨高等工業学校で電気工学を学んだ。卒業後は東京鉄道局運転部を経て水上機関区長、池袋電車区長、小具県社区長など運転部門の要職を歴任。1949年に鉄道省を退職。 在職中から電気機関車関係の現場実務者向けの著作をものにし、退職直前の九百四十八年に電気車研究会を創立に株式会社に改装。初代社長に就任、鉄道職員向けの月刊誌、電気車の科学を創刊。九百五十一年六月には、戦後初の鉄道趣味月刊誌、鉄道ピクトリアルを創刊し、自ら編集士官として、 編集にあたる。1983年5月に社長職を鉄道ピクトリアル元編集長の田中マサルに引き継ぎ会長に就任。没後、田中隆造の子息で元日本テレビプロデューサーの田中智美が社長に就任する。生枠の野球好き晩年は数少ない夏の甲子園第1回大会出場の存命者としての 9暇とマスコミのインタビューもあった。ありがとうございます。